い、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画480回目は2021年発売バイスクルボタニカです。バイスクルボタニカは USPCC のバイスクルデザインバリエーションで2021年版ですね。で、植物がデザインのコンセプトになっているそうです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルボタニカと表面には書いてないんですが、横面にボタニカと書いてます。全体的に全てメタリックの箱押しになってますね。反対側がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 上面はデザインのみ、黒色のクロージャーシールで、バック面はこんな感じで植物モチーフのデザインになってます。下面はバーコード 2021USPCC のアーランガー KY 製で、リサイクルマークはないみたいです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。内面はすべて真っ白ですね。まずは広告カード、両面同じみたいですね。内面はどうやら箱押しではなくて黄色いデザインみたいですね。で、デザインでそのままなってて、ボーダーとの区切りがないみたいです。2枚目がダブルバッグ。それでは表面いきます。通常のデザインですね。マルチカラーの方が箱色デザインになっているという感じで、よく見ると真っ黒ではなくて少し青みがかっています。バイスクルボタニカのスペードのエース、内間コードの方は B で2021ですね。フォントデザインの方は通常のバイスクルと同じみたいで、黒かちょっと青っぽい感じです。箱色デザインの絵札のカードという感じですね。赤色のピプスは少し暗めの赤になってるみたいですね。ダイヤの絵札、クラブの絵札、ハートの絵札、でハートのエース。2019年のスタンダード54枚と、2019年のスタンダードよりも1枚分の厚みですね。滑りの方は高品質、弾力の方は両面固めですね。浮きがパッとある感じなので、それはそれなりにあります。それではファルを入れてみます。スッと入っていくので、トラディショナルカットですかね。一応フェース側からもいきます。入っていかないので、トラディショナルカット仕様です。こんな感じで、ボーダーはね多めに取られてるので、うまいこといけばブランクで、ね、見せることができそうな感じぐらいの余白が多い感じです。はい、バイスクルボタニカを開封しました。豪華デザインのメタリックな箱に対して、中身の方はシンプルな感じで、メタリックとかではないんですが、カラーの、ね、使い方が結構うまいなと思います。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードよりも1枚分の厚みなので厚い、トライショナルカット仕様の高品質、 USPCC のデザインバリエーションなのでメーカーコラボとかではないみたいです。植物系デザインのコンセプトデザイン、レアデックにはもしかしたら時間経つとなるかもしれないです。バイスクルボタニカでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。